大学の授業では1回の授業で内容を理解することが私には苦手なため、授業後はノートを確認したり、分からなかったところは自分でもう一度調べることなどをして、最終的なテストに臨むことができました。その結果、履修した科目の8割以上を最高評価の S を獲得することができました。小さいことからやったことで、自分の中では週に4日行くことがもう習慣化されているということが、私の学生時代に叱られたことです。以上です。私の強みは傾聴力です。私は大学1年生からアパレル販売のアルバイトをしているのですが、初めはキャリア開発の授業とかも通して、今日まで面接のために頑張ってきたことをちゃんと活かせるように頑張りたいなっていうのと、内定もらった時期とか、来年の今頃なんか就活頑張ってよかったなって後悔のないように今からちゃんと頑張っていきたいなと思ってます。明星大学経営学部ではキャリア開発、就職支援の一環として毎年就活面接会を実施しています。就活面接会では、企業で採用面接をしている面接官をお呼びして、グループで模擬面接を実施しています。コロナ禍の影響により採用もオンライン化が進んでおりますので、この就活面接会もオンラインで実施しています。今日は模擬面接2回行います。1回30分で行って、でその後ですね、面接官役の方からのフィードバックを20分間で行います。これが1セットになっております。それでは模擬面接始めてまいりたいと思います。頑張ってください。最初のお題は、1分以内で自己紹介をお願いいたします。学園祭の実行委員会を大学1年生から大学3年生までの3年間続けておりまして、大学3年生時は委員長として学園祭の実行委員会の委員長を務めておりました。本日はよろしくお願いいたします。大学では経営学部経営学科に所属しており、観光業界やブライダル業界を学ぶことができるコースに所属しています。本日はよろしくお願いいたします。次に、そしたら、学生時代に力を注いだことを聞いていきたいなと思います。私は学生生活の中でプレゼンテーション能力の向上に力を入れました。私の大学生活は2年生でコロナ禍に入ってしまって、オンライン授業での授業の経験が多かったのですが、その中でプレゼンテーションをする経験で、どんな形のプレゼンテーションでも自分の思いとか考え方を正しく相手に伝えれるようになりたいなと思い、それをきっかけにプレゼンテーション能力の向上に力を入れるようになりました。結果的にはオンライン上でのグループでの発表なども、授業内で表彰を受けるほどの結果を残すことができたりだったりとか、大学3年生でのゼミの活動は対面が多かったのですが、その中での他校とのプレゼンテーションのビジネスコンテストでも賞をいただくことができたりとかして、自分としてはプレゼンテーション能力の向上に力を入れて、とても充実した大学生活を送れたと思っています。以上です。私が大学時代に一番力を入れたこととしては野球部の活動です。野球部自体が100名約部員がいまして、まずその中でメンバーに入ること自体が難しい世界なんですけど、その中で他人と同じ練習量ではダメだなと考えて、野球の全体練習以外の時間を自分の自主練習の時間に費やしたり、あとは大学から帰った後ジムに行くなどして体作りをして、そこでなんとか目標としていたメンバーに入ることができて、でそこからそのリーグ戦でも周りの人に気遣えるようにベンチでも声を人一倍声を出したりとか、そういったことを貢献していきました。その結果がチームのリーグ優勝につながったなと思っています。で、それらを通して学んだこととしては、まず目標を掲げて、でそれに何が必要なのかっていうのを考えながら練習すること、継続していくことは必ず身につながる、結果につながるっていうことを学べました。以上です。私は大学2年生の時に紀ノ国屋の方と連携をして地域スイーツの企画を考える授業に力を注ぎました。私は8人グループのリーダーを務めたのですが、グループワークが円滑に進むようにチームのメンバー全員平等に話を振ったり、あとは
その日のうちに話し合うことを事前に決めておいたりと工夫をしました。完成した企画案は最終プレゼンテーションで7チーム中1位を取り、紀ノ国屋の店舗で商品化されることが決まりました。また、担当の先生からは企画案だけではなく、グループワークの進め方にも良い評価をいただきました。この経験を通して培った主体性を今後仕事でも活かしたいと考えています。以上です。一番こう工夫したことって改めて聞くけど、何を一番工夫された感じですか？1位を取るために。はい。8人グループだったんですけれども、やっぱり8人ものアイデアが集まってきて、それを全部取り入れると、ちょっと、まぜこぜな考えというか、違った考えになってしまうので、そこは切り捨てることも必要だなと思って、他のメンバーは結構、みんなのアイデアに対して、それもいいね、あれもいいねという感じだったんですけれども、そこはリーダーとして、ちょっとでも違うなと思った意見には反対意見を取り入れることも工夫して、そうすると他のメンバーも反対意見が言いやすくなって、いい企画案が完成したのではないかなと思います。実際今就職活動を始めていく中で、なんかこう企業に対して大事にしたい、いわゆる就職活動の軸みたいなものがあれば教えていただけますか？自分がもともと学んできたことを大切にしていることを軸に置いてて、自分が商品開発が結構興味があったので、今商品開発の企業を目安で結構やってはいるんですけど、一社だけ書類選考まで進ませていただいた中で、やっぱ自分がそういうことに興味があるってことを再確認できたので、なんか今学んでることをちゃんとしっかり軸を置いてやることがとても重要だなとは思いました。商品開発って結構なんだろう、企業の中でも花形になるポジションかなというふうに思うので、多分ご存知かと思うんですが、ライバルもすごく多いかなというふうに思うんですが、その中で他の人に絶対これだけは負けないぞって思うことってありますか？絶対に負けないと思うのはコミュニケーション力ですね。なんか自分がもともとサッカー部に所属していたんですけど、一応キャプテンという場をもらっていて、その中でいろんな人に喋ることでとてもコミュニケーション力がついていたので、そういう点では誰にも負けないなというは思います。わかります。じゃ逆に磨いていかなきゃいけないなって思う自分の弱みってありますか？はい、一応企画はできるんですけど、まだ企画提案力っていうのがまだちょっとおろそかな部分があるのかなとは思うので、そういうところはまだ磨けていけたらなとは思います。私の就職活動の軸は、若い時からたくさんの経験ができるということと、仲間と共同できる環境というこの2点です。まずその若手から経験できるということは、そのもちろん社会人として必要なコミュニケーション能力だったり企画提案力などは、やっぱり若い時からその自分から発信できる環境が整っているところではないと、ちょっとスキルアップできないと考えているので、そういう経験ができるところ、もう一つ仲間と共同できるというところは、一緒に働く同期だったり上司の方だったりをと、その切磋琢磨しながら働いていける環境が整っている場所、この2つを軸にして就職活動を行っております。どんな仲間がいたら切磋琢磨しやすいと思いますか？高い目標に向かって努力できる人、やっぱりこのどうでもいいやって、その目標なくなんとなく仕事している人とは、そのやっぱり私はずっと運動部に所属していたので、そういう人よりは高い目標を持って一生懸命努力できる人がいたら、自分も引っ張られて切磋琢磨できるかなと考えております。自己紹介を面接官がお願いするときって、簡単に言うとその履歴書を要約して30秒1分ぐらいで言うと、あなたってどういう人ですかっていうのを知りたくて聞いてることが多いです。お名前と、あとはまあ学生時代こんなこと勉強して、アルバイトだったり部活はこんなことやってました、よろしくお願いしますみたいな感じで、ダイジェストで言うと私の履歴書こんな内容ですみたいなところをこう話してもらえると、面接官も短い時間の中で、あ、じゃあ結構学業面白いことやってるから聞いてみようとか、あ、ちょっとここ気になるなっていうので、そこから面接が広がってくるケースもあるので、
自己紹介お願いしますって聞かれたときは、まあ、履歴書に書いてある内容ざっくり教えてみたいなイメージで聞いてるっていうふうに思ってもらえるといいんじゃないかなって思います。学生時代の経験でこう見ているポイントとかこう、まあ、追加質問されるとしたらみたいな部分でいくと、まあ、大きく2つかなと思っていて、まあ、1個が多分皆さん結構苦労したりとかこう自分的には頑張ったってエピソードを話していただくことが多いと思うので、まあ、何が大変だったかっていうのを1個見ているのと、まあ、もう1つはその経験からまあ何をまあ学んだり成長したのかっていうそこの2点を見てます。チームワークをチームで何か成果を求めるっていうことを頑張ったとかなのか、まあ、こう継続的に長くコツコツ頑張る力を養ったとかなのか、多分社会人になった時に応用できる経験って皆さんたくさんされてると思うので、まあ、その学生時代に得た経験が社会人にどう応用できるかなっていう目線で面接官は見てます。就活の軸って、まあ、話すのは実際に一つでいいかなというふうに思うんですけど、皆さんが就職活動をするにあたっては3つぐらい用意しておいてほしいなと思います。一つだけ大きい軸を自分の中で持っていたとしたときに、その軸で就職活動をして仮にうまくいかなかったとき心折れます。なのでちゃんと自分の中でこれも大事だけどこれとこれも意識したいなっていうのを持っておくと、変な話少し妥協してでもいい企業さんに勤めることができる、かついろんな面でその会社さんを見ることができるので、この面だけしか意識しませんっていうのは就活の幅をすごく狭くしちゃうし、就職活動が変な話うまくいかなかった時に取り返しがつかなくなっちゃう可能性が大いにあるので、就職活動の軸、自分が会社に勤めるってなった時に何は絶対に譲れないのかっていうところをちゃんといくつか準備しておくようにしてほしいなというふうに思います。実際の面接だとこう何ていうか人がいるから目を合わせてちゃんと喋れるっていうのがあるんですけど、なんかこうオンラインだとやっぱカメラを見なきゃいけない、ずっと点を見なきゃいけないっていうのがあったんで、すごいなんかなんていうかやりにくかった。前言った人と内容が被らないようにしなきゃ、被っちゃった時に緊張感がある。そうだ、同じ内容でもちょっと言い回し変えてみる、焦って他の内容も考えてもなかったことを話しちゃうと一応強度が足りないというか骨組みがちゃんとしてないからうまく話せないみたいな感じが、私がなんか面接練習会とか練習会に行ってもちゃんとなんか外部の面接官の方を呼んでもらってやるっていうのが高校受験とか大学受験とは違って、なんか練習だけどなんかちゃんと本番の雰囲気味わえるっていうのがあってよかった。まず学知科と自己 PR のアピールするっていうのが逆だ、だからまっさら変えた方がいい、学知科で言うことを自己 PR で言う、PR をこの学知科とかにした方がいいし、あの相手のことも考えて質問しやすいように言った方がって結構確信な結構ないんだけど、まあでもその通りだなっていう、なんか自分の中で整理できてないものとかもあったのに今回まあ望んでちゃんと言えなかった部分とかもあるから、こうまあ直していきたいなっていうフィードバックがありました。ボランティアの経験について話すことだったんだけど、ボランティア全体ボランティアをやりましたって全体の話をするんじゃなくて、ボランティアの中でどういう活動をしたのかっていう、多分いっぱい経験はあるんだと思うけど、経験したことの一つについて深く話した方がいいよっていうふうに思った。自己分析とか学知科まだまだ荒いなっていうのを正直感じて、それをもっと深く声にしていくのと、あとは学知科とかに書いたエピソードって一つ二つは多分ちゃんと事前準備してると思うんだけど、実際今日やってみてそのさらに一歩深く聞かれたから、なるべく多くエピソードを用意しておこうかなっていう思いました。今日で感じたのは印象、顔の印象、笑顔、そういう面は絶対に気をつけようっていうふうに思ったのと、もちろん学知科とか自己 PR はまずやってきてないと思ってて、だからそういうところの改善もそうだし、とにかく自分の話したいことを笑顔で話せるようにしたいなと思います。
意してなかった質問をされて、なんかすごい変な答え方をしてたからいろんな質問パターンを考えて、それで答えるのをちゃんと自分の中に入れておこうと、口角とか自己 PR 面接官の方にフィールドコマンドをちゃんと活かして改善したいなって思いました。明星大学経営学部では高い就職率を長い間誇っています。この背景にはゼミ教員の丁寧な指導、キャリアセンターの手厚いサポート、そしてこのような授業があるのではないかと自負しています。